メーター級チャンピオン126パウンド日本競泳所属斉藤翔吾。昨日のようにこの今日行われます世界フェザー級タイトルマッチ15回戦そのレフリーが宇野武雄さん、ジャッジ吉田優作さん、森田健さん、宇野、吉田、森田という日本人の3人のレフリージャッジで構成されます。海老原さん、はい、その豊富な経験からですね、はい、今、宇野レフリーのチェックを受ける両選手のその顔の色なんかどうでしょう。さあ、第1ラウンド2人もいいですね。2人ともいいですか。最初はさっきあの控室で僕会ったんですけどね、とてもあの張り切ってましたよ。そうですか、はい、早くも左を引っ掛けました。左のフックを軽く動かしました。見せました、真っ赤なトランクス、チャンピオンの西条であります。仙台の4度目の防衛戦ではこの第1ラウンド2分を回ったところで相手を脅かす意味で振るいました。右、そのガードの下がったところを見事クロフォードに突かれまして左のフックを浴びカウント8のダウンを喫しました。チャンピオン西条翔三、注目の、そういった意味でも注目のこの第1ラウンドでございます。真っ赤なトランクス、金色の S というイニシャルを抜い取りましたトランクス西条、そして、クロフォードの方は真っ白なトランクス、そして四つ葉のクローバーでしょう、グリーンのその刺繍が縫い取りがあしらってございます。白いトランクスのフランキー・クロフォードであります。まだお互いにちょっと硬いですね、はあはあ、しきりに左をジャブ気味に振るいますフランキー・クロフォード、距離を詰めた、右から左、そしてボディを狙いましたクロフォードですが、中村さん、あれは入ってましたか。西条の顔が赤くなったのはあれですか。あのやはりクロフォードがちょっと擦れると赤くなりますからね。まあどうってことないですけどね、あのくらいの。左から入ろうという西条、その顔面に逆に左のフックをヒットいたしましたクロフォード、軽くヒットしております。クロフォードのブローであります。中村さん、はい、やはり仙台の時のクロフォードと、はい、タイプが変わりましたか。いや、それほど変わっていませんが、ただ今日は西条の出足が良かったんですよ、初めね、はい、左をうまく打って左で引っ掛けました、左を伸ばしました西条です。なかなかいいスタート切っておりますよ。こうやって右のストレートなんかも一発当たってますしね。おーっと、大きく縫いました、スイング組の左フック、クロフォード、さあ距離を詰めた、またボディを狙いたいクロフォード、接近戦があえて受けて立ちます。西条の左がヒットした。海老原さん、本当に西条の左がよく当たってます、でもあのパンチも食ってますからね、ちょっとあまり硬くならない方がいいんですけどね。はいはい、まだ1回目ですからね、無理になることはないですね。そう思って様子見た方がいいな。そうですね、イメージチェンジするのはいいけどね、やはり自分のペースを崩しちゃうといけないですからね。上体を軽くウィービングいたします。赤いトランクス、チャンピオンの西条、しきりに左左左と持っていきます。挑戦者のフランキー・クロフォード、左を伸ばしました西条。クロフォードの顔がうっと一瞬後ろにのけ取りました。右を振った西条、しかし深追いいたしません。第1ラウンド、もうほとんど時間がございません。第1ラウンドが終わりまして、中村さんの採点表は5対5です。5戦して27勝8 KO6 敗2引き分け、今日が5度目のタイトル防衛戦でございます。さあ第2ラウンドに入ります。なおこの第2ラウンドに入ります前、最上陣営、金平会長、あるいはお兄さんの翔介トレーナー、そしてスタンレー伊藤さん、こういったセコンド陣からリラックスしろ、顎を引いてジャブを使っていけ、こういった指示が飛んだようでございます。勝さん、
やはりあの俳優としてですね、両選手がリング上まだまだ硬くなってるという感じしますか。そうですね、だからどっちか打たれた方がね、もっと楽な試合になるんじゃないですか。はあはあはあ、どっちかもっと早く打ち合っちゃった方がいいからな。まだ肩ちゃんが取れてないですね。接近戦、小さいパンチの応酬。ちょっとクロフォードの左が西条の右手をホールド気味でした。今日のレフリーは宇野武雄、ジャッジ吉田優作、森田健、3人の日本人によるレフリージャッジで、この西条選手5度目の防衛戦、世界フェザー級タイトルマッチ15回戦が行われております。リング上は第2ラウンドです。軽く左に打つけど、軽く真っ直ぐに打つけど当たるから。やっぱりクロフォードは左フックを狙ってますね。左フックですね、小刻みにその左を動かしまして西条を牽制しております。そしてチャンスと見るや飛び込みますクロフォード。今日朝の10時の計量は西条クロフォードともに1回で126パウンド 57.1 キロパスしております。第1ラウンドはほとんど互角で終了。今リング上第2ラウンドです。最初踏み込んで左行けよ、ジャンプジャンプジャンプ。また左を伸ばしますクロフォード。しかしこれは決まっておりません。距離が浅かった。やはりあの左のジャブが西条にとっては邪魔なんでしょうね。邪魔ですね。逆に左を伸ばしました西条、これは綺麗にヒットしました。これで右このレンド西条、あーっと飛び込んだところ、左が狙っておりましたクロフォード。しかしこれはミスブロー。はい、今のあの大きいパンチ打つとちょっと危険ですね。感覚ったら効きますからね。しかし今日の西条チャンピオン強気ですね、やはりあの前回の試合に物言いがつきましたからね、はっきり言いたいと思ってますからね。第1ラウンド、そして今のこのリング上第2ラウンドと、よく左のジャブをリードパンチに使っておりますクロフォード。逆にそのジャブの感激を抜きまして左のストレートをきれいに決めております西条であります。やはり中村さん、西条の構えが やや低くなった感じですね。あのクラウチする構えは悪くないんですよ。はい、ああ、で今日もワンツーフィンガーいいフィンガーだった西条です。さあロープにかかった、体勢を入れ替えました。西条早くも第2ラウンドチャンスを掴みますか。しかしもうほとんど時間がありません。第2ラウンドワンポイント西条リードであります。青のコーナー挑戦者フランキー・クロフォード、アメリカ、48戦して38勝 18KO6 敗4引き分け、23歳、西条選手よりも1つ若い23歳であります。リング上は第3ラウンドに入りましたが、この第3ラウンドに入ります前の、おっと右から左フックを狙いました西条です。クロフォード側のセコンド陣あまり声を出しませんで、ジャッキーマッコイさんをはじめとして非常に静かと申しますか、リラックスしたと申しますか、そういった青のコーナーのセコンド陣の表情でございました。右を狙いましたクロフォード、これはミスブローであります。あ、ちょっと大きいですね。強気の西条、また右のフックを狙って飛び込みました。しかしこれも当たりません。第1ラウンドわずかに、クロフォードの左のストレートが顔面に軽くヒットいたしまして、西条の鼻のあたりがややほんのりと高くなっている感じであります。挑戦者白いトランクス、フランキー・クロフォードが、アイルランド人の血を引いたアメリカ人、それだけに非常に気が強いことで有名であります。対しまして西条選手が、兄弟子のエビアラさんよくご存知だと思うんですが、また気が強い人ですからね、打たれるとねどうしても出てきますからね。まあ試合というものは面白いんですけどね、はい、危険性がありますね。やはり2人のライトを振りました西条です。中村さん、はい、両選手とも1回の計量でパスだったんですが、はいはい、そのウェイトコントロールの疲れといったようなものはこの第1ラウンド第2ラウンド、今リング上の第3ラウンドでどうでしょう。出ておりませんね。全くありませんか。ありません。感じられません。はい、最初は非常に好調にですね、右のストレートを打って次にフォロー、右でフォローしてる、これはなかなか冴えておりますね。主導権は西条というところですね。そうですか。
この5度目の防衛戦、今リング上のクロフォードを相手にいたしましての5度目の防衛戦に備えまして十分に走り込みました西条。そして60ラウンドのスパーリングを消化して今日のこの本番に備えておりました。対しまして白いトランクスの挑戦者クロフォードの方は実に海老原さん、はい、驚くなかれ200ラウンド近いスパーリングを消化してますね。ちょっと多いすぎるっていうぐらいじゃないですかね。まあその疲れが出なければいいんですけどね。横へ横へという小刻みなサイドステップフットワークを見せますフランキー・クロフォード。左側珍しく右からボディを狙いましたクロフォードです。海老原さん、やはりクロフォード見てますと左に頼ってるといった感じが強いですね。左フックを当てようと思ってますね、スパーリングで、中村さん、しきりにクロフォードがボディ攻撃を練習してましたがね。右のですね、ダブルパンチですね、これやっぱり、いわゆる激戦になった場合に効かない効果が生じるかもしれませんね、はい、接近戦からショートパンチの応酬。さあ、第3ラウンドが終了であります。放送席、中村さんの採点表、第2ラウンドに続きまして、この第3ラウンドもワンポイント最上リードであります。そして、この人がいると、何かいてくれるだけで気持ちが落ち着くという、スタンレー伊藤トレーナーの顔なども見えます。海老原さん、はい、この第4ラウンドあたり、どうでしょう、羽田で、クロフォードがですね、はい、第5ラウンド、第6ラウンドあたりで倒すという、そういった宣言があったでしょう。まあ、そんな思った通りいかないですからね。僕も相手にするんじゃないですからね、はい、相手もまして世界チャンピオンですからね、はい、思ったようにクロフォードが西条を倒さないと思いますけどね。そうですか、そういった一つの山場前第4ラウンドでございます。クロフォードはやらしくないですよね、検討は。西条に比べてだいぶ背中のあたり、そして顔からも汗が滴り落ちております。おっと、左から2割りました。いい感じか打ち越したですね。両方も入らなかったから良かったですけどね。あれ入ったら倒れますね。左を軽く伸ばしました、はい、クロフォードであります。逆に左のジャブを見せました西条。逆に左のジャブを送ります。赤いトランクスのチャンピオン西条。このタイトルマッチ前、無口なクロフォードが余計無口になったという、付き添っております通訳ラルフ山笠さんの話でございました。フランキー・クロフォード、そうですね、軽く出して右を振ってですね、あれが出るとこ見ると西条リラックスしてきました。調子がいいですね、はい、今なんかお互いにその簡単でやってますからね、はい、やはりうまくここに外してからいかないと当たらないですからね。まともにいったんじゃ左と送りました西条。そのストレートを出す時にうっうっていう声が出ております。中村さん、はい、西条を見てますとだいぶ本当にリラックスの様子が出るとおりより分かりますね。いいですね、また左が当たりました。レーン伸ばしました左のストレート。西条今のジャブ当てるな。ジャブ硬くなりましたね少し。クロフォードもね、すごく硬いね。第4ラウンド 63.5 センチというその西条の左のいっぱい伸びましたストレートがきれいにクロフォードの顔面を捉えております。西条今のジャブ当てるなよ。ジャブジャブ逆に左から右と引っ掛けましたクロフォード、うん。ここで最初焦るといけませんな。左に伸ばしましたストレート。今度は右を引っ掛けました西条です。この第4ラウンド終始先手先手と取って攻撃を行っておりますチャンピオン西条正蔵。接近戦から左のフックに圧クロフォード。あれが怖いですね。あれが怖いですね。気をつけなければいけません。今組みましたからね。ここちょっと落ちてましたね。左のフッククロフォード。第4ラウンドが終了。しかしハッとしたクロフォード。左のフックがヒットした一瞬でございました。中村さんの採点表は5対5でございます。最初はあまり左が当たるもんで、向こうに前に出ていくとクロフォードが待ってる左フックを今みたいに突きますからね、はい、やはり当たってるからってあまりそのパンチ同じパンチばっかり打たない方がいいですね。
今第5ラウンドに入りましたが、第5ラウンドまで中村さんの採点表では2ポイント西条がリード、海老原さんの採点表では1ポイント西条がリードでございます。軽く軽く、これ前回の試合が来るほどは自分が勝ったと思った試合を、負けにされたって、言ってますからね、かなり今日出てくると思うんですよ、はい、西条はそこをうまくついて頭を使ってその相手の出てくるところを利用してやれば西条のペースになると思うんですけど、今みたいにあんまり当たるからって出ていくと左が待ってますからね、あれが一番怖いパンチですから。この第5ラウンドしきりに左のジャブを飛ばします西条の攻撃であります。西条ジャブでいいぞ、ジャブでまっすぐ行け、まっすぐ、第4ラウンド終了間際、それまでは左のストレートジャブを的確にヒットしておりました西条だったんでありますが、終了間際例の仙台の第1ラウンドを思い出させるようなクロフォードの左のフックが西条の顔面にヒット、グラッときた一瞬がございました。4ラウンド終了後、クロフォード側、それいけチャンスだ、マッコビーマネージャーが水をつけながらにっこり笑った、そういった報告が入りました。そしてこの第5ラウンド、レフトのストレートを使っていけという指示があったようでございます。クロードにしてみると1回のチャンスを何か待ってますね、はい、うまく倒したら勝負に行こうと思ってますね。今の中村さん、あの左フックを最上連打、いずれもヒットいたしました。ゴールデング組クロードロープを背にいたしました最上、体勢を入れ替えました。今のはいい感じだったですね。今入りましたけどね、効果的ですね。今度は右を伸ばしました西条です。しかしあの今日のクロフォードは中村さん、はい、その得意の左をどこで出そうかと、はい、そうですね、温存と言いますかね、はいはい、狙いを定めているような感じですね。チャンス伺っておりますね。西条左踏み込んで踏み込んで、これからが波乱に大きいますな。これは左左と出しまして距離を詰めました西条、逆に左から右を送りましたクロフォードであります。しかしはい、お互いに打ちつ打たれつのいいタイトルマッチになりましたね。ちょっと目を離せないですね。勝さんいかがですか。いいですね。西条ジャブ忘れたよ、本当に目が離せない。踏み込んでジャブ、踏み込んでジャブ、まっすぐ行け。やっぱり勝負、さっきね、はい、勝負にかけてきてるんだからね、海老原がそのチャンスを狙ってカウンターでいったらいいですよね。気が強いからどうしても打たれると出てきちゃいますからね。近距離からの左フック、そしてボディ攻撃最上であります。ここで第5ラウンドが終了であります。第5ラウンド中村さんの採点表は5対5であります。リング上は第6ラウンドに進みます。来日最初の日曜日、先日の22日はゆっくりと休養を取りまして、東京四谷のセントイグナチオ教会のミサに預かりました挑戦者クロフォード、今日は日曜日、しかし、計量であるとかいろいろ時間的にミサに預かる余裕がないということで、昨日土曜日この宇都宮の教会でミサに預かったそうであります。その時のフレンチカナディアンの牧師さん2人がこのクロフォード選手にリングサイドの剣をもらいまして、リングサイドのどこかでこのリング上の挑戦者クロフォードに声援を送っているはずでございます。目まぐるしい動きで綴られました第4第5ラウンドに続きましての第6ラウンドであります。羽田空港では第5ラウンドあるいは第6ラウンドで今度こそははっきりとナックアウトで蹴りをつけると豪語いたしましたクロフォード。クロフォードが頭を振りますと汗がパッパッと散ります。左から いいですね。左を大きく振りましたが、これが空振りであります。西条、しかし今日は第1ラウンドからとにかく積極的に攻撃を行います。防御よりも攻撃攻撃攻撃と持っていく感じの西条であります。左のジャブがヒットいたします。西条
また左がヒットしました、西条です。いい左入ってますね。はい。飛び込んで左をスイング組み振るいました、クロフォード。左のフックを狙いました、空振り、接近戦。ショートレンジの打ち合い。西条、またブレイクには左のフックがヒットいたしました。ちょっとレフリーの噂、ボーディングの注意がクロフォードに与えられました。しかし中村さん、左のフック怖いですね。あれは怖いですね。食いましたね、狙ってましたね。西条出てくるの狙ってましてね、調子に乗って西条を攻めると待っていてカチッといくわけですね。感覚と効きますからね。これはもう危険なパンチですね。そして右のアッパーカット、左は当たったが右は空振り。ここで第6ラウンドが終了であります。第6ラウンド、中村さんの最大票はワンポイント西条がリードであります。これまでいい左が2発入りました。しかしそれ以外は絶えず小刻みに出します。西条の左のジャブ、そして右の手数で西条が第6ラウンドを抑えた感じであります。第7ラウンドに移ります。先ほど申し上げましたが、これまでのところ第6ラウンド終わった時点で中村さんも海老原さんも放送席の採点表では3ポイントチャンピオン西条がリードであります。小さく右のフックを狙いましたクロフォードです。左のジャブを送ります西条です。今の西条の左のジャブが当たってる位置はいいんですけどね、あれ外された場合左フックは怖いですね。当たればクロフォードも出ないですけどね、あれがもし空振りになった場合は左フック増しますけどね。しかし今日これほど見せる左ジャブ、西条の一種のこうクロフォード専用の秘密兵器だったんでしょうね。あれで接近戦を阻んでますね。よくヒットしております。左が軽く当たりましたクロフォードのパンチです。クロフォードは右はそれほど怖くないんですけど、はい、やはり最上が決めました。中村さん、はい、西条がよく決めております、はい、左のフックなんですがね、はいはいはい、ウェイトの乗せ具合はどうですか。悪くありません。ただ左のストレートの方が効果ありますね。左のストレートの方があまり調子になって入っていくと、クロフォードの左が待ってるわけです。フックがね、カチッとくると、これは、はい、今のように危ない。左の、はい、戦後組のフックが決まりましたクロフォードです。逆に左を狙います西条。クロフォードがガンガン打ち合ってくればナックアウト勝ちもあるでしょうと語っておりました西条であります。9ラウンドのスパーリングを消化しましたクロフォードですが、絶えずそのスパーリングパートナーを務めました競泳陣の中尾選手の話では、左が速いんでその後続いて出てくる右の連打が見えないと、どういう話を話しております。しかし今日はそのクロフォードの得意の左よりもむしろチャンピオンの秘密兵器左のジャブがきれいにクロフォードの顔面を捉えております。そのジャブを食いましたクロフォードの右の目の上のあたり、かなり跳ね上がってまいりました。エビアナさん、西条のフックもいいですね。いいですけどね、ちょっと雑になるとこありますね。そうですか。おっと、左を狙いましたクロフォード、空振りであります。一歩距離を詰めて右を突き上げました西条。さあ、近戦西条、さあ、西条が追い込んだ。ここは終了のゴングです。第7ラウンド終了のゴングであります。中村さんの採点表ワンポイント、このラウンドも西条が取りました。平野さん、やは
りこういった厳しい試合を孤独のリングで戦う選手としては、はい、心の許せるというか、昨日あったトレーナーがついてくれるというのは大きい、はい、やはり支えでしょうね。そうですね、まあ、ロスで取った時、この人がセコンドやってもらって、はい、取ったのですから、やはり、まあ、信頼できるわけですよね。まあ、一緒にいればただ安心するという、そういう選手の安心感が、まあ、随分強いですよね。はあはあ、これはもう選手としてはすごく心強いですからね。第8ラウンドに進んでおります。これまで、放送席海老原さんの採点表では4ポイントチャンピオン西条リード4ポイント西条リードでありますが、2位左のフックがヒットしました。西条であります。今ほど少しスタイルチェンジしましたね。クラブチになりましたね。あーー、あ、怖いですな。構えを小さくしてまいりました。黒ホール左連打を見せます。西条です。今日はこの第1ラウンドから徹底的に、そして2位、非常に失礼しました西条、連打が失礼いたしました。これまでのところ、放送席の回転表では、海老原さんも中村さんも4ポイント、チャンピオンの西条リードと出ております。ああ、この方が穴が違ってまいりました。先ほどの左から右を引っ掛けました連打、西条を失礼いたしました。この方が味を出しました。さあ、この方がだいぶエキサイトしてまいりました。今日は、対しましたクロボードです。中村さん、本当に左の勝負になりましたね。左対左ですね。いかにこいつをカウンターに活かすかということでしょうね。問題はどうですか。ジャブの速さでは甲をつつけがたいですか。そうですね、最上の方が速いかもしれませんですね。スピードは最上の方が勝ってますね。最上ワンツー踏み込んで、フックの強さはね、クロフォードにありますね。左にフックの強さがクロフォードの一発がありますから、カウンター狙ってますからね、だから危ないですよね。また安心はできないですね。狙われると危ないな。この第8ラウンドに入ります前のインターバル、最上側のセコンド陣金平会長はこちらから打ったらその後アップしないで低くいけと、こういった指示を西条選手に与えておりました。それはいいですね。この第8ラウンド初めの西条の連打を食いまして鼻血を出しておりますクロフォード、少し巻き返してきましたねクロフォードは。逆に低い姿勢から左左を飛ばします。西条であります。クロフォードが背中汗いっぱい、西条はほとんどクロフォードに比べまして半分も汗をかいていない感じであります。さあまた接近戦、左を食いましたクロフォード。ここで第8ラウンドが終了。中村さんの採点表5対4、西条リードであります。第8ラウンドでございました。海老原さんの採点表第8ラウンド終わりましたところで40対35、チャンピオン西条5ポイントリード、そして中村さんも同じ5ポイント西条リード、9ラウンドであります。海老原さん、はい、この前クロフォードがですね再三言っておりますように自分としては、勝ったと思ったと、はい、ホームタウンデシジョンではないかと、はい、まあ、そういった先入観があるだけに、はい、こうやって後半ずるずる来ると、クロフォードに焦りが出てくるんじゃないんですか。まあ、それありますね。今日も判定じゃないかなというような、そこをうまく西条がつけば、いいんですけど、ああ、まあ、今のところクロフォードもそんなに試合そのものは変わってないですからね。中村さん、同じことについてなんですが、いいパンチが右が決まりました西条です、西条のそのアウトボクサーからファイターへの華麗なる変貌ということがしきりに言われましたね、その点これまでの動きをご覧になっていかがですか。それほどね変わって、ただいわゆる同じフットワークしよけるにしてもですね、はい、スリップダックを主力にして、はい、そのディフェンスがですね、はい、内側に入っていってチャンスを掴んでいきますね。それはやはり大きな進歩だと思いますね。まあ、いつもなら無謀に何発も打ちますけど、今日はそれあんまりないですね。そう、モーションもね、悪いさいし、対クローズセンターを研究したあとも見えますね。そうだそうだ、勝さん、西条の赤いトランクス、クロフォードの白いトランクス、よくこの選手に似合いますね。西条まっすぐ出ます。
細かい左ジャブの応酬であります。この第9ラウンド、サイドまっすぐ出よ、まだまだクロフォード自身も最上にこれほど左ジャブが、スピード加わったとは思わなかったんじゃないですかね、まあ、思いますけどね。やはりクロフォードは前回のそのあれがあったから、はあ、まあ、何でもなんでも出てって勝とうと思いましたけど、最上 の左が入ったんでなかなか中に入れないですよね。一気に落としました。顔がぐらってきました。クロフォード、そしてボディへ復興を願いたい最上であります接近戦です。もつれたときのクリンチワークと申しますかね、ホールディング組のあのクロフォード、うまいですね。うまいですね。やはりあの打たせないですからね、またそのクロフォードの鼻から真っ赤な血が流れております。大きく左を空振りいたしましたクロフォード、小さく左を伸ばしました西条、正確性においては西条のその小さなバンク、逆に左から見スピードの連打を左右大振り西条です。右のアッパーカットを狙います西条、ワンポイント会場が抑えました。牽制は少ないですけどね。さあ前半から中盤そして後半にかかります第10ラウンドに入りました。リング上です。依然としてスピード豊かな左のジャブがクロフォードの顔面を襲います。交代する会場の顎を軽く左の服が捉えました。クロフォードの感じです。これ危ないですね、このクロスファイトね。中村さん、いわゆる西条にとっては中間距離というのが一番怖いですね。そうですね、構成取った時にですね、ずっと待ってるわけですよね、クロフォードはね、左を打とうとして、はあ、これをまともに食うと西条左投げてるぞ、左の服、西条をヒットしました。左だけでいい。海老原さん、はい、この10ラウンドあたりが選手としては一番辛いんじゃないんですか。まあ時間にはもうそういないと思うんですけどね、やはりあの事故がありますからね、なかなか考えながらやってると思うんですけど、はあはあ、そのラッシュした後は何回でも苦しいですからね、それは練習量で治っちゃいますから、はい、いいオートパンチだよ、会場の方が打ち勝っています。クロフォードのショートパンチ連打、危ないですけど最後に激しい接近戦になりました。危険ですけどね、最後の映画惜しかったですね。この第10ラウンドに入ります前、クロフォード陣営レフトをもっと使え左を使え、こういった指示をしきりに与えておりました。左がきれいにヒットいたしました西条です。この試合ロープを背にいたしました西条ですが、日刊スポーツの川名記者はおそらく判定で西条の防衛だろう、そして日刊スポーツ細谷記者の方も判定で西条の防衛だろうと同じような予想をしておりました。クロフォードの鼻のあたり血がその白い皮膚を赤く染めております。そして顔も目のあたりを中心にしてだいぶ晴れてまいりましたクロフォードです。会場の左がきれいに決まっております。中村さん、この会場の動き見てますと本当にウェイトコントロールは金平会長を言うように今までになくうまくいった、その言葉通りなんでしょうね。うまくいっておりますね。接近戦です、怖い距離です。今つくいました西条です。左のフックの連打を見せましたクロフォード、今食いましたから危ないですね。さあまたこれも西条にとっては危ない距離、危険な距離、ちょっと危ないですね。10ラウンドが終了であります。中村さんの採点表は5対5です。10
11ラウンドに進みます。しかしあの左の連打を食った西条、それほどダメージは考えられませんか、エビアナさん。まあ多少ちょっと見るところじゃまさかとしますけどね、まあ全然ってことはないですね、はい、多少やはり効いてますからね、まあ、後半にそのそういうちょっと打たれたパンチが効いてくると危ないですよね。まあ一発ありますからね、クロフォードは。それだけに、まあ、安心できないですね。逆に言えばこれで、6西条まっすぐ行けよ、リードしてますけどね、はい、放送席の採点表では西条がリードしております。クロフォードとしてはナックアウトしか、どうやらタイトルを争いに戦える道はなくなった感じであります。西条まっすぐ行けよ、非常にいい動きを見せます。ウェイトコントロールが素晴らしく順調にいったと語っておりました西条ですが、今日10時計量の後 300g のステーキ、そして野菜サラダ、コンソメス、ご飯をしました。そして仮眠いたしました。そして、2時少し前に卵入りのうどんを1杯、そして、ジュースをだいぶ飲んだようであります。対しましてクロフォードの方は、計量の後卵のスクランブル、トースト2枚、バナナ、リンゴ、みかん、オレンジジュース、そして休養、2時に起きましてステーキ 300g のもの、紅茶、野菜サラダ、両選手とも計量の後、ただいま申し上げましたようにたっぷりと食べました。そしてこのリングに登場というわけで、今ホールディング組、はい、ロボーと計量の後 その食事のこと今言いましたけどね、減量してる選手はそんなにもう食べられないと思うんですよね、胃が小さくなってて、まあ、食べた食べたっても実際には僕は食べてないと思います。そうですか、もう胃がね受け付けないですよね。そうですか、減量した後は。ただ金平会長も言っておりましたけども、今までになく特殊ケースとして、はい、今日を目標に徐々に徐々に西条の場合ウェイトを落としたと、それはウェイトの方面は何かうまくいったのかな、ね、はい、この動きを見ても。逆にクロフォードの方は16日アメリカから、羽田に到着いたしましたが、その時130ポンドに落としまして、その後は練習 1,2 ポンドの増加、そういった上下をたどったようでございます。ショートレンジの打ち合いリング上であります。11ラウンド積極的にチャンスをつかもうという、その組の方がきつい表情であります。左右の連打を送りました。赤いトランクス西条正蔵でありますチャンピオン。しきりに今日のこのタイトルマッチ前、西条選手は安全運転をして、タイトルを防衛してもつまんないじゃないですかと、たとえ危険が伴ってもお客様が喜ぶタイトル防衛戦を行いますと語っておりました、まあ、西条はそういう選手ですね。左怖いです。クロフォード左です。11ラウンドが終了。中村さんの採点表、初めて5対4クロフォードが抑えました。やはり11ラウンドあたりカブスの焦りと申しますか、なんとか突破口を開こうというそういう意気込みが感じられました。逆にこの西条陣営の金平会長に今取材メモが入りましたが、何ポイント差ぐらい西条リードしていると思うかというそういった質問に対しまして、4ポイントという答えが返ってきたそうであります。放送席の海老原さんの採点表では、その金平さんが言う通り4ポイント西条がリード、そして中村さんの採点表では5ポイント、そうですね、西条がリードであります。12ラウンドに進んでおります。海老原さんは11ラウンド5対5ですけども、中村さんは5対4、ワンポイント、初めてクロフォードがリードという採点表のマークがございます。左まっすぐ行けよ西条、相手は振りが大きくなったからまっすぐ行け。また左がヒットいたしました。西条ストレートです。とにかく第1ラウンドから焼き場に左のジャブストレートを送り出します。今日のチャンピオン西条正蔵、何かその得意の左のお株を奪われた感じのプロゴードであります。まあ海老原さん、本当に捨てパンチという表現海老原さんよく使われますけど、はい、ヒットしなくてもあれでプロゴードが出られなくなりますもんね。そうなんですね、相手の出ようと思うと下に来るもんでなかなか出られないんですよね。この辺から出てこないとちょっと元の勝ちも惜しくなりますからね。中
中村さん、クロフォードの動き見てますと何か肩にグッと力が入ってる感じですね。力みが、はい、なかなかあの肩からまっすぐ出るワンツーなかなか鋭いですね。あ、巻き返してきましたね。低い姿勢、右大の連打を見せました西条です。アートミーがまたヒットしました。西条です。あの右は怖いですね。あ、今日のこのフェザー級の世界タイトルマッチ、宇野、吉田、森田という3人の日本人によるレフリージャッジで行われております。回して左、11ラウンドが終わったところで、海老原さんの採点表では4ポイント西条がリード、そして、中村さんの採点表では5ポイント西条がリードしております。だいぶ大きく振ってまいりましたこの12ラウンドのクロフォードです。西条が外してますけど、本当にあれが当たったら怖いですね。怖いですね。終了間際、またまた左のジャムがヒットいたしました。12ラウンドは中村さんの採点表5対5です。今日の西条どうですか。いいですね。このラウンドでダメですよね。怖いね、このラウンド。そうですね、この回ぐらいがちょっと怖いですよね。まあポイントの上では着々と貯金を残してきましたからね、4ポイントから5ポイントの貯金があるものと思われます。西条です。勝さん、はい、勝さん、はい、今日の西条を見てますと本当に積極的に戦うチャンピオンという、これなら、ね、そういった印象ですね。このラウンドだけ気をつけないとね。はあ、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 あと左のフック、クロフォードの左のフック、この2発目は西条の顔を捉えました。今日はクロフォードそして西条ともに126パウンド1回の計量でパスしております。126ポンド 57.1 キロであります。待って待って、西条に比べてクロフォードの方が顔の腫れが目立ちますね。あの左の目のちょっと腫れてますね。あ、先ほど出ておりました鼻血の方はクロフォード止まっております。クロフォードが打ってくるところ一歩踏み込みまして接近戦を挑みます西条です。今までは力んでミスブローが多かった、チャンスのミスを少なくするために距離を詰めてあえて接近戦に行くかもしれませんと、そういったことを先日の記者会見で語っておりました西条です。左左と飛び込んでフックの連打を見せましたクロフォード。クロフォードの入ってくる左フックというのはかなり強烈ですね。思い切ってますよ。顔面からボディを狙いますクロフォード。ボディに入ってますね。ボディ入ってますね。クロフォードのフックです。逆に相手の体勢を起こすようにして西条の攻撃です。左側西条、ボディに入るパンチはさほど怖いと思わないんですけどね。ああ、やはり顎に来る左フックは怖いですよね。ああ、ボディなんてのは打たれてもね、これはもう世界大会やる人はね我慢しますからね。前のめりになって西条のガードが下がったところです。やわーっと左のストレートを振りました西条。この13ラウンドはクロフォードの方が手堅い、せっかく正解そうですね。西条を圧倒してますね。左から13ラウンドが終了であります。中村さんの採点表は5対5であります。このコーナーから西条鼻がだいぶ苦しそうだそうであります。あ、接近戦ボディの打ち合い、そして離れ際左のフックが西条の顎のあたりに軽くヒットしましたクロフォードのパンチです。
今みたいな打ち合いはあんまりやっちゃうとサイド不利になってきますね。大きな左のスイング気味のパンチ、クロコートです。中村さん、はい、西条の距離の取り方どうなんでしょう。少し押されてきましたですね。後ろ下がるとき高くなるすぎちゃうんですね。そこへ左フックが飛んできますからね。聞いてなくても聞いたように見えちゃいますからね。本当になっちゃいますよね。14ラウンド前半から後半に変わります。依然として足の方は軽快にスイスイと軽いステップを踏んでおります西条。さあその西条を捉えたクロフォード。ちょっとだいぶクロフォード出てきましたね。クロフォードが出てきましたね。西条左のガードを高くしないと低く振りが遅いがありますね。地形にボディにシュートランドを打ったクロフォード。でも最初打ち合うってことは偉いよね。そうですね。そのやはりプロとして見せる戦闘やってますけどね。偉いけどね、負けちゃっちゃうからね。そうなんですよ、うん、最初鼻に出しましたね。14ラウンドはクロフォードのその攻撃目標、どうやら西条のボディにあるようであります。しきりにボディを狙った後顔面をフォローしております。クロフォードボディを狙ってガード下がってと上行くことになってますよね。これはやはりすごい危険なパンチですからね。何しろ今日のこのタイトルマッチまで西条のスパーリングが60ラウンド、クロフォードアメリカで150、日本に参りましたから49、200ラウンド近いスパーリングを消化しております。ボクシングはね、バランスの競技というんですがね、はい、クロフォードのこの辺のバランスの取り方の良さは光ってますね。この馬ですね、西条です。しっかり攻めてますね。西条はちょっと鼻血が出ております。話を聞いてきましたね。さあ14ラウンドが終了。中村さんは5対4、ワンポイントクロフォードリードであります。クロフォードがリードされております。チャレンジャークロフォードとしてはこの最終ラウンドナックアウト以外ではありません。おそらくもうクロフォードもそれ知ってると思うんですよね、はい、この回 KO しないと勝てないってことは、そこでかなり出てくると思うんですけどね。13ラウンドあたりからしかしクロフォードの的確なその荒い攻撃がよく西条を捉えております。そういった意味で非常に注目されます。西条にとっては警戒しなければいけません。この最終ラウンドです。13、14あたり西条押され気味ですもんね。ちょっとクロフォード出てきましたからね。西条の左のストレートがヒットいたしました。先ほど13ラウンドあたりからわずかに鼻血を出しております西条です。僕なんか 見る方ですからね、やはりそのやってると違ってもう西条リードしてるから、はい、あんまり無理しないでいけるように思いますけどね、はい、まあ、やってるとどうしてもそれに子供が言われてもね、高校生になりますからね。出て積極的に打ち合います西条。接近戦であえて打ち合います。またクロフォードの鼻から血が出てまいりました。ウタアキロ世界大会の最終ラウンド、両選手とも鼻血を出しての猛烈な打ち合いです。いい打ち合いですね。大歓声に包まれました。栃木県立体育館、クロフォードを表現して打ってますからね。中村さん、はい、今西条に何を一番アドバイスしたいですか。もう徹底的にですね、打ちまくる以外ないです。こういう場合にこそね、はい、攻撃は最大の防御ということに気づきますからね。もう徹底的に攻める以外ないですね。そうですか、はい、まあ、僕はちょうど仙台で、セベルヌと出た時、セコンドになってエベー・タンデルさんが、はい、もう僕はリードしてるからエビちゃんもう新宿まで逃げろって僕のと言いましたよね。でもやはり僕はそれでも自分がプロだから仙台でできないと思って、ね、こういうふうに打ちます。最終ラウンドあと45秒、クロフォードとしてはいよいよ一発で西条を倒さなければタイトルをアメリカに持っていくことができません。30秒を切っております。最終ラウンド、あれが危ないですね。ホールディングですね。15秒を切りました。クロ
ました。もうほとんど10秒を切った。時間がない。いたしました。会場、そしてクロフォード、さあ判定に持ち込まれました。中村さんの採点表は69対、今会場が上がりました。会場、己のタイトル防衛に成功であります。会場5度目のタイトル防衛成功であります。嬉しそうですね。今日はもう最初文句ないですよね。Fight was on the line in round 14, and again it was Matthew who pulled it out with this knockdown. He won a unanimous decision, and in the rematch, had his first easy fight in a long time as he knocked Conti down 5 times in the 4th round. An incredible series of comebacks, reminiscent of another Philadelphia fighter named Rocky. It's been so tough that Matthew wonders when people talk about the fight game. After being involved in it for many of years, you know,I can honestly say that it's no game, and it's for real. And what you see is blood, and that's real blood. It's no Rocky movie, you know. And I think the person who played the best part for Rocky would be me. Well, this real-life Rocky has come a long way from the streets of Philadelphia. He now does his morning road work in the quiet suburb of Jenkintown, where he recently fulfilled a lifelong dream by buying his own home.It was an especially important purchase to a young man who spent most of his early days in orphanages and foster homes. He talks about it with justifiable pride. I always did dream of having a beautiful home. I wanted to, you know, say if this is mine, this is something I really worked for. You know, coming home after a very hard workout, you know, you can always sit back and relax and you can look and you say, well, you know, this is what...He's still decorating some of the rooms of his new home, including this, the living room. And when he gets a break in training, he spends a lot of time with his interior decorator, trying to make every detail perfect in this home that means so much to him. But as often as he can, Matthew tries to move away from the materialistic side of his life to the spiritual. He returns to Philadelphia, to this conversion.